働くことの喜びを一人でも多くの若者に感じてほしい、そうした思いで若者雇用戦略の策定をお願いいたしました。6月12日、その戦略について議論するため、労働会、産業会、学校関係者などが官邸に集まり、8回目となる雇用戦略対話が開かれました。メンバーの多くは雇用問題の専門家、有識者であると同時に当事者である皆様ばかりでございます。出来上がったこの戦略という器にこれから魂を込める作業をしていかなければなりません。引き続き共に汗をかいていただきますようにお願いを申し上げたいと思います。今回合意に至った戦略の中身は、前回総理から出された指示に基づき、大きく3つの柱で構成されます。教育の機会均等とキャリア教育の充実、雇用のミスマッチ解消、そしてキャリアアップ支援。この日の会合では、特に総理からこれから戦略に取り組むにあたり、3つの指示が出されました。1つは、地域でのキャリア教育の推進。キャリア教育は地域の実情に基づいて行われるべき。こうした考えから、都道府県などの地域ごとに学校、産業界、NPO、地方自治体などが参画した地域キャリア教育支援協議会の設置を推進。インターンシップや職業体験など、地域に密着したキャリア教育支援を行っていきます。2つ目は、若者への情報発信。近年の就職活動は、情報収集などをインターネットで行うケースがほとんど。ややもすると、多すぎる情報に惑わされるため、適切な情報を得るためにも、企業や学校自身が直接若者に分かりやすく発信する努力をするよう求めていきます。3つ目は、学校現場と労働行政の現場の連結。現在の課題は、大企業志向の強い学生と採用意欲の高い中小企業とのミスマッチです。この解消に向け、学生の目線が偏らないよう、学校とハローワークとの連携を強化。要請に応じて就職支援を専門に行うジョブサポーターの派遣や、学校内に相談窓口の設置などを行い、学生と中小企業とのマッチングを強めます。これまでの施策は、対症療法的との厳しい評価も聞かれておりました。こうした現場の第一線からの率直な声を、今後の運営にも必ず生かしてほしいというふうに思います。この戦略は、日本再生戦略に反映し、中長期的な視点から抜本対策を講じていきたいと思います。